よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている島。ツーアウトランナー1塁です。初球打ち、この当たりはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。イーグルス1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0、イーグルス。試合を制したのは楽天イーグルスです。西さん、投打がしっかり組み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、打つ方も投げる方も、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝ったイーグルス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のオリックスバファローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。